こんにちケロリンうじたまです。皆様大晦日いかがお過ごしですか？私はクッキーを食べております。私にとって2019年はすごい1年で、お別れしたくないなという感じなんだけど、やっぱりこういうまったりする時間ができる年末年始はいいですね。指噛んでしゃぶり見てるだけ。なんて嫌。ひとつひとつほら心の動くこと、口下手アピール、見て見て見ていて、シマウマになりたいな。ないものねだりな性格が周りの角度変えてった。好きなように生きろ、そう言われたようだ自分から。できないことは本当に悪いこと、生かすも殺すも自分次第、指揮を取れ。今日は何センチくらい可愛くなれますか？問いかけてみた、なりたいな。知らないことをやってみる。もちろんちょっと怖いけど、思ってたより単純で、あっけなかったりしたりする。変わり者で何が悪い。冷たい日にはもう負けない。セプテンバー調子はどうだい。名もない女の小さな言葉、思い出という盾の歌。未完成なものです。私と同じ出来損ないなんです。ちっぽけな一人歌、見つけてくれてありがとう。無敵ピンク叶えてよね、ちっちゃなワクワク。曖昧なままじゃ嫌なの。バイバイ今年のあたし。巡り巡って帰ります。あなたのいいとこ悪いとこ、楽しさたくさん積み木して登っていく私らしく。来る年は一日約366日だから、はぁ、一日余計に楽しく過ごせるね。今年一年たくさんお世話になりました。今年とさよならするのはすごい寂しいけど、来年はもっともっと素敵なことがあるって期待して頑張ります。みんなも素敵な一年にしてください。ではまた来年。バイバーイ。